初代リッチモンド漁師アラン・ルーフスが最初に建設したリッチモンド城リッチモンド漁リッチモンド博は現在は消滅したイングランドの伯爵院。リッチモンド博領は最初はブルターニュ公の親族のブルトン貴族が後にはカペー家の文家出身のブルターニュ公自身が領有していた。歴代ブルターニュ公はイングランドが リッチモンド博くらいの使用を認めなくなり、ブルターニュ公がイングランド王ではなく、フランス王に進化の礼を取るようになった後も、形式的にリッチモンド博位を名乗り続けた。その後は、プランタジネット朝あるいは、チューダー朝のイングランド王族もしくは王族に近しい、イングランド貴族がリッチモンド博位を保持した。最終的に、ヘンリー7世の時代にリッチモンドは、 イングランド王領に組み込まれ、その後リッチモンド皇として成立した。初代リッチモンド領主アラン・ルーフス最後のリッチモンド博ヘンリー・チューダーヘンリー・チューダーが使用したリッチモンド博のバッジジャン4世以降、イングランドはブルターニュ皇によるリッチモンド博くらいの使用を許可しなかった。しかし、その後も歴代のブルターニュ皇はフランスは2世までリッチモンド博位を名乗り続けた。 ありがとうございます。